ラファエル・ファンデル・ファールト、ラファエル・フェルディナント・ファンデル・ファールト、ラフィル・ファーディナンド・バンデア・ファート、1983年2月11日イ、は、オランダ・ヘームスケルク出身の元サッカー選手、元オランダ代表、ポジションは MF ・ FW ・レフティ。10歳でアヤックスユースに入団し、17歳の時にトップチームでデビュー。 高いキックの精度と戦術眼で頭角を表し、2000から01シーズンには27試合7得点の活躍を見せる。翌2001から02シーズンも7試合連続ゴールを含む14得点を挙げてリーグ制覇に貢献した。2003から2004シーズンはキャプテンとして望み再びリーグ優勝に貢献。2005年6月29日、ドイツのハンブルガー SV に移籍。 遺跡金は推定550万ユーロ、約7億4300万円で5年契約を結んだ。当時のチームメイトには元日本代表 FW、高原直宏が同僚であった。痛めていた左足も感知し、地元ファンから小さな天使と呼ばれ、ある少女にユニフォームちょうだいという横断幕を掲げられるほどの人気だった。試合終了後にその日試合で使った。 ユフォームを渡した。ユベントスがファンデルファールトに興味を持っていると報じられ、そのことに関し、とても名誉なことだとコメントしながらも、移籍先が母親の祖国であるスペインのレアルマドリードでなければ、ハンブルクを出ることはないと明言したらしい。2008年8月4日、レアルマドリード加入を発表。移籍金は1300万ユーロ、約22億円に上った。しかし、 ファンデラモス監督が就任してから試合出場時間が激減していたため、2009年3月29日、会見で僕はレアルマドリーから出たいと意思を表明した。2008から09シーズンオフに、クラブの人事もチームの戦力も大きく入れ替わり、ファンデルファールと自身も遺跡の噂も取り沙汰されていたが、シルビー夫人がマドリードで乳がんの治療を続けているという事情から、 届いたすべてのオファーに断りを入れて、チームに残留した。2009から10シーズン開幕当初は、カカの存在があり、出場機会が限られていたが、リーグ第4節のビジャレアル CF 戦から、ベンチ入りし、その後、カカの不勝離脱などもあって、出場機会を増やした。2010年夏には、同ポジションのメスとエジルやセルヒオカナレスが加入し、 ファンデルハールと自身はレアルマドリードでのポジション争いに意欲を見せていたが、移籍史上最終日の8月31日に、トッテナムホットスパー FC へ移籍金800万ポンドで移籍。背番号11を背負い、加入早々チームを牽引する活躍を見せ、イングランドでは今年最高の補強とまでされた。MF にもかかわらず、リーグ戦で13得点を記録。 UEFA チャンピオンズリーグでも、親友のウェズレイ・スナイデルが所属する、インテルナツヨナール・アレミラの、AC ・ミランなどを破ってベスト8入りに貢献した。2011年5月15日には、リバプールとのヨーロッパリーグ出場計をかけた試合では、利き足ではない右足で、ボレーシュートで決勝ゴールを決めた。本人もこのシーズンの活躍に満足したようで、インタビューで、トッテナムでのプレーは、 楽しいと語るなど、キャリアのピークをトッテナムで過ごした。しかし2012年7月に新監督に就任したアンドレ・ビラス・ボアスとの確執により、対談を直訴する。その後、背番号11は後にエースとなるガレス・ベールが受け継いだ。後年、ファンデル・ファールとはキャリア最大の後悔として、このトッテナム対談を挙げているが、 未だにビラスボアスへのわだかまりが溶けていないことも明かしている。2012年8月31日、2008年まで在籍していたフルスハンブルが SV に復帰。移籍金は推定1300万ユーロ、約13億円で3年契約を結んだ。2015年6月4日、契約満了により対談が発表された。 2015年6月16日、レアルベティスへ、フリーで移籍。5年ぶりにスペインリーグへ復帰となった。2016年7月31日、ミッティランに移籍した。2018年8月4日、エスベアウェフビーに移籍した。2018年11月4日、現役から引退した。2001年10月6日のアンドラ戦では、オランダ代表デビューを果たした。 エウロ2004にも出場を果たしたが、2004から2005シーズンは不本意な成績に終わった。エウロ2008では、チームの中盤の核として活躍し、オランダのグループリーグ突破に貢献した。2010FIFA ワールドカップに臨むオランダ代表23人に選ばれ、準優勝に貢献した。2014FIFA ワールドカップに臨むオランダ代表には、負傷の影響で招集されなかった。 その他の公式戦、通算、109、25を楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。